またまけた。なんだよ。悪いな、セルザ。これでつけてもいいんだぞ。どんまい。さっきのやつ何やってんすかね。スズラン製派に関係ねえやつといくらやったってしょうがねえのよ。おい、全然足んねえよ。リンダーマン倒さねえとてっぺん取った気になれねえんだろ。体は限界来てても心は折れてない。あいつの中でリンダーマンとの勝負は続いてんだよ。まあいいじゃねえか。もうどうもいいの。パキアがもたついてくれればまた俺らにチャンスがやってくる。俺ら GPS に負けたんだぞ。まだやるか。バンドの横やりがなければ完全に俺たちが勝った。なあセルザ。君、頑張れよ。死んで詫びるしかねえってか。生きてる価値もねってか。川西昇。待ってたぞ。2年前、お前がナイフで刺し殺した尾藤真紀夫さんの後輩、当選の的場だ。けじめつけようぜ。胸にバチつけ乗り込むリムジン、お前にこの声聞こえてるかい。と方針は休戦協定結んだはずだろう。俺らはよ、そいつが出てくるのずっと待ってたんだ。2年前の恨み晴らそうってか。そいつは退学になったただの人殺しだ。スズランじゃね、義理立てる必要ねえだろ。いやねえが場所があり、ここでのことは俺らが決める。ケンさん、
銀玉なんかほっといて、さっさと前人未到のスズランスよ成し遂げちまいましょうよ。シュータの言う通りだ。釣り沢軍団に勝ってもな、まだまだやることいっぱいあるんだよ。あ、なんかやってますよ。芹沢、いくらお前の言うことでもよ、このまま帰るわけにはいかねえんだ。おい、ゾロにも。ケンジ、おい、こら、てめえは引っ込んでろ。何やってんだ、お前ら。お前には関係ねえ。カッコつけてんじゃねえよ、貧乏人。こんな奴に貧乏人呼ばわりか。スズランの頭も舐められたもんだな。君もスズラン？滝谷源次だ。スズランの頭だよ。覚えとけ！芹沢、こいつのおかげで休戦協定が破られた。あ？これで宝泉とスズランはまた戦争になる。そういうことだよな。ちょっとした小競り合いだろ。騒ぐことじゃねえ。手出したのがスズランの頭じゃそうはいかねえな。おとなしく追われるわけねえだろ。あ？上等だよ。いい加減にしろ、源次！話せ、おい！川西登れ！今日のところは引いてやるよ。帰るぞ。一休さんたち、母上様によろしく。久しぶりですね。いつ出たんですか。邪魔したな。誰だあいつ。お前何やったか分かってんのか。あ、宝泉と戦争なんぞ。はあ、兵隊集めねえとな。新参者にすずらんの看板は重てえな。ワイルドサイドの友達に伝えておきたいことがある。今は遠く遠く見える明かりでも信じてみるだけの価値がある。
負けねえんだよ。だっせえな。尾藤は死んで、川西は少年院に入った。だが、スズランと宝泉の争いはさらに激しくなっていった。それこそ、また死人が出るんじゃねえかってぐらいな。それで、休戦協定ってわけか。ああ、この協定はどんなことがあっても破っちゃならねえ。どんな奴もそれだけはきちんと守ってきたんだ。揉めたんじゃねえだろうな。源氏お前、おお、ルカさん、危ねえことやってんじゃねえぞ。今日も機嫌悪そうだね。別に。また喧嘩？ケンさん見つかったの？もう半年か。どこ行っちゃったんだろうね。ケンシー！止め！ケンさんが死んだ？ああ。相手の組長をやり損ねてな。そういうことだから、お方やってくれ。その組長、俺がやったら、あんたのところの組入れてくれますか？ああ。俺がやったら勘弁してくれよ。ガキが引き勝手笑わせんじゃねえぞ。帰れ。おい。おい！剣の墓前に行ってこい。話はその後だ。休戦協定はスズランの頭のなんだっけ、滝谷源氏、そいつによって破られた。芹沢って重しが取れて、中はおそらくガタガタだ。スズラン叩くぞ。リョウ、お前はいつもやりすぎる。スズラン相手とはいえ、少しは手加減してやれ。ハルジーどうする？マキオさんの落とし前はつけるさ。うれぇ、なるみたいかってのはどいつだ。スズランから転校してきたわしの豪太じゃ。今日からわしが宝泉もらうぞ。威勢がいいな。
お前がダルミか。ダルミ大河ってのはどうすんだ。スズランから転校してきたわしを豪太じゃ。今日からわしが宝船もらいぜ。お前か。じゃあこういうのはどうだ。スズランは今まとまりがねえ。俺と一緒に手組んでスズラン取らねえか。あ？お前本物のバカだ。おい、お前面白いな。マトバ。達也呼んでこい。達也？尾藤達也、死んだ牧雄さんの弟だ。この辺の全中学をまとめてたとんでもねえ一年だ。いやっ、バカか、ジョロニモ。おう、遅かったな。おう。GPS と、セリザー軍団、手を組んでくれねえか。またそれかよ。きっと本線は攻めてくる。俺たちは手を組まねえと、今のスズランで潰されちまう。もうどっちが上とか下とかそういう問題じゃねえんだ。俺たちはお前らに勝ったんだ。俺がリンダマン倒しゃ、スズランは一つだろ。俺はお前を頭だと思ったことなんか一度もねえぞ。その気もねえのにこっちについてくれなんて死んでも頼まねえよ。あんな激しいな。 GPS だけで十分だ。ゲンジ、宝船なめんなよ。あいつら半端じゃねえぞ。東京、あんま無茶すんなよ。お前頭にでけえ穴開けて脳みそいじったんだ。次食らったら死ぬぞ。まあそれは俺も同感だな。いい汗かいてるぞ。男に生まれてよかったな。おお、達也。何の用ですか。スズランを取る。お前も来い。これは牧雄さんの敵討ちでもあるんだ。俺は遠慮しておきますよ。んだと？おい、牧雄さんの弟だからって調子なんじゃねえか。お前、兄貴を殺したスズランが憎くねえのか。兄貴は幸せ者だ。こんな風に慕われてバカにしてんのか。成美さんには感謝してますよ。尾藤真紀夫の弟ってだけで1年の俺を看板扱いにしてくれたんですから。Thank you.
リョウ。スズラン叩くぞ。この辺にお墓はないでしょ。いやでもここ。ここがこの道だから、このお墓の階ってあるところ。あそこですよ。川西。どうだ、うまそうだろ。うねんだ、開けけ。赤丸行ってこいって言われても一回聞かよ。お前にはこれぐらいでちょうどいいんだよ。お、俺よ、普段はこう船のエンジンいじったりしてんだよ、うん、まあ、たまに漁に出たりしてな。海の男ってやつよ。お、覚えてるか、お前がスズラン入学したての頃よ、俺をスズラン生だと思って喧嘩売ってきやったよ。ああ、あれね。妙に老けた3年だと思ったよ。おい。スズランやめても未練たるたるでな、うろうろしてよ。あの頃の俺にはスズランしかなかった。ま、おかげでケンさんには随分世話になったけどよ。ケンさん、何があったんだよ。死んだことにされてこんなクソい中に引っ込んじまってよ。俺はヤクザに向かなかったってことなのかな。俺は後悔してねえ。尾藤のことだ。スズランの負けは見えてた。だからって言って刃物振り回していいってことにはならねえぞ。応戦なんかに負けらんなかったんだよ。それがお前、スズランしょった俺の責任だったんだよ。やるしかなかったんだよ。もう行く。俺は後悔してる。ある時お前から刃物を取り上げられなかったことをな。もう引き返せねえよ。負け人だって意地あんだ。全校生徒
しょうな。おい、こら。あ？おい、来んのかよ。来ねえのかよ。おら、どっちだてめえ。もしもし、キョコリン？うん、マッキーデート？いつ？明日の放課後？明日の放課後、屋上へ来い。それって、GPS に入れってことですか？俺らが素直に言うこと聞くとでも思ってるんですか？思ってねえよ。だから髪切ってやってんじゃねえか。お前やるか？おい、ふざけんなよ。伊崎さん、確かに芹沢を倒した滝谷の強さは認めるけど、奴についてく義理はねえよ。そっか。だったら次会うときは容赦しねえぞ。俺はあんたの話をしてんだよ。おい！あんたこのまま滝谷の下でいいっすか？お帰りなさい。お前、スズラン束ねたのかよ。なあ、なの楽勝だよ。いや、だよ。紹介しろ。お前の新しい母ちゃんだ。トムライです。よろしく。冗談だ。前田。はい。奥でちょっと休ませた後に店連れてってやる。わかりました。おい。はい。おい、こっち来い。笑えねえんだ、バカ。よし、じゃあ屋上行くか。え？ GPS 入るって言ったんだよ。ちょっと何言ってんすか？だから、GPS に入るって言ったんだよ。おい、お前ら何言ってんだ？俺たちは負けたんだ。奴らの下につくのが筋だろうが。何言ってんだお前、この野郎。おかしい。好きにさせてやれ。悪いな、俺たちは現実主義だ。そういうことだ。東京君、立って。ほら、立って。頭割れたら攻めだいん。体大事にしろよ。スキン、おお、バナナ味付き。大丈夫ですか？よっ、我慢できた。えこれだけか。
っしゃでけた。おつけ頑張ってこぜなあ。あんなゲーハードも一本残らずぶち抜いてやろうぜ。よろしく。頭の竹奥にはね、これ三上オリジナルジャージ、これあげちゃう。一緒に盛り上げてください。サンキュー。ほら勝ったやつがてっぺんなんじゃねえのかよ。カラスが簡単に群れねえってことぐらいお前も分かってるはずだ。ケイさん遅いぞ。お前遅刻じゃん。マキスがどこにもいないっす。あいつどこ行ったんだ。どこ行ったんだ。単純、俺たちも辛い別れ乗り越えてきてんだよ。ダラダラしてたら法政勝ち込んでくんぞ。クス、あのゴリラ。チョコリン、マーキー、待った。ううん、さっき来たばっかり。歩こうか。うん、この辺ヘビ出るんだって。え、私ヘビ嫌い。毒蛇だ。休もうか。なんか浮いてんぞ。なんだ。ああ、おもちゃのヘビでいいとこ見せて一気に押し倒してやっちゃうときに使おうと思ってたロメロのスキンが顔に流れて。おI'm gonna get you!
人がしかねえか。上等だろ。男は素手だろう。なるみ、さすがスズランだな。あ？俺ね、体調いい時に怠慢で蹴りつけようや。俺は今が絶好調だよ。男だな。二度と俺の前で刃物振り回すんじゃねえ。分かったか。分かったよ。強えのか滝谷源氏って男は。会ってみてえな、芹沢倒した男に。
牧瀬たちの他に十勝や筒本までやられたらしい。紛れもなく宝泉の宣戦布告だ。牧瀬までやられたな。お前までやられたらスズランは終わってた。あんなハゲどもにやられねえよ。俺が言ってんのはお前がスズラン背負ってるってことだ。もっと自覚持て。だったらうなもお前にくれてやるよ。ふざけんな。俺はお前にかけたんだ。がっかりさせんな。なんとかスズランまとめねえと宝泉に潰されんぞ。じゃあどうすりゃいいんだ。ちょっと預けろ。俺がいいって言うまで動くな。筒本は全治3ヶ月だったよ。やるにしても限度ってものがある。漆原亮っていうイカレ野郎の仕業らしい。なんだこれ。セリザスラカセ、俺が勝ったら GPS に入れ。タケヤのためか。なんなら別の理由でも構わねえ。スズランに入ってからずっと景色が綺麗に見えたことがねえ。なんかぼやけてやがると思ったらいつもそこにお前が立ってた。そういやお前とは一度もやったことなかった。墓参りは済んだ。考え変わんねえか。じゃがいをしてくれ。お前にはこの鍵は無理だ。俺はヤクザにもなれねえってか。
ヤクザに生きれねえ奴が仇なんだよ。どんなバカでも仇にはなれんだよ。お兄ちゃん、親父はああは言ってるがよ、ここんとこ流星会が幅利かしてしのぎがきつくてよ。親父な、体壊しててそう長くねえんだよ。いじれた頭が組を割ろうとしてんだよな。流星会の頭取れや幹部の目もあるってことだよ。ちょっとカウンターよろしく。オッケーでーす。なんだよ。なんだよって。夜の散歩はお前ヤクザの日課だろ。ガキが酒に頼って女に言わねえか。スズラン取るなんて偉そうなこと抜かした割にはお前ずいぶんみっともねえな。うっせえよ。お前どんなパンチ持ってんだよ。あ？どんなパンチ持ってんだよ。見してみろ。パンチ見してみろ。撃ってこい、撃ってこい、撃ってこい。怖いか、怖いか、ちょっと怖いか。お前頭おかしいんじゃない撃ってこい、ほら撃ってこい、撃ってこい、ほら。酔ってる割にはいいじゃねえか。でもそれじゃダメだ。おめえのパンチには怒りしかねえ。怒り。それじゃダメだ。撃ってこい。撃ってこい。くそのやつが。愛がね、愛が。愛がね。
担ぐ人間がいて初めて神輿の上に立てるんだ。てめえのことしか頭にねえやつに人は束ねらんねえ。先輩、よかったら。あざす。おう、いいじゃん。ひどさんじゃないですか。久しぶりです。元気だ。景気どうだ。まあぼちぼちですね。ぼちぼちな。いいじゃないか。戻ります。しょんべんしてくからよ。まあ角に車回しとけ。はい。
すいませんね。いや、こちらです。若。本来なら ICU で絶対安静なんだが、ちょうど空きがなくてね。すいませんけど、外してもらっていいですか。おい、はい、先生。何寝てんだよ。まだ一発も入れてねえんだよ。川西、相手はまだ生きてるぞ。回復して喋られたら全部終わりだ。こうなりゃ地の果てまで追っかけるしかねえ。病院行ってとどめさせてこい。大丈夫だ、後のことは任せろ。柏に話してちゃんと段取りつけてあるからよ。しゃぶいんじゃねえのか。昨夜暴力団郵政会滝谷組、滝谷秀夫組長43歳が何者かに銃で腹部を撃たれという事件がありました。市内の病院に運ばれましたが意識不明の重体です。警察では背景に暴力団同士の抗争があるとみて捜査を始め、犯人の目撃情報などを確認しています。またここですか。ここにはまだ牧雄さんの汗の匂いが残ってる。俺には嗅ぎ分けられるんだよ、本物の男の匂いってやつは。ホモじゃねえよ。なんで兄貴の敵討ちに興味ねえ。兄貴は死んでない。あ、俺の中でまだ生きてる。そうか、スズラン叩くことが牧雄さんと俺の悲願だった。ならそいつを俺とお前で果たそうじゃないか。スズランは俺の代で取る。それまで俺は俺のやり方で方針を強くしていきますよ。兄貴がいた頃よりも強く。そして俺は兄貴を超える。さ
すがだな。だがな、今の方針は強えぞ。芹沢玉雄はすげえ男だ。その芹沢倒した滝谷源氏にも会ってきたが、奴もただもんじゃねえ。それでも俺たちは勝つ。必ずスズラン倒して王者に君臨した宝銭をお前に渡してやるよ。もういいだろう。お前の敵は俺じゃない。全部壊してゼロになれ。刑事さん、大丈夫か？なんで？芹沢が運んでくれたんだ。死んだかと思った。本当に死んでりゃよかったかもな。何言ってんだよ。なんだあれ。うわっ、おい、タンクが燃えてるぞ。ご丁寧に置いていけよかった。どうした？ケンさん、悔しくねえのかよ。
もともとおんぼろだろ。大したことじゃねえよ。ちょっとタバコ食んで。おい、何言ってんすか。どけよ、俺が片付ける。そんな頭のお前が言ってどうすんだよ。そんな頭のお前が言って だから、そんな頭のバカにしてんじゃねえよ。殴れよ、殴れよ源氏。同情してんじゃねえぞ。殴ってやるよ。もう死んでもおらんな。源氏、てっぺん取れよ。やっぱりここか。お前何のためスズランに来た。お前が来て一つになりかけてたスズランをあっさり二分してバラバラにした。力だけでスズランが一つになるとでも思ったか。半端な気持ちでしょってんじゃねえぞ。ケイさん、行こうぜ。カラスの生き様見してやるよ。
の体育館は取り壊しが決まってたんじゃ。だから火つけたのか。ふざけんじゃねえぞこら。お前らがもたついてんくるだろうが。これで戦争が始まる。お前らが望んでたことじゃねえか。おい、お客さんだ。ナルミタイガだ。初めて会った気がしねえな。マイカ、いい面だ。敵にするのは惜しい。昨日うちに火つけたのお前だ。さあな。それを答えたとっていいんだな。だったらどっちです。もしよ、いつ？明日。場所は？ここしかねえだろ。次はお前らの城が潰れる番だ。楽しみだな。楽しみにしてる。借りは返しておく。宝泉と俺らがごちゃ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 可愛くねえな。やります、やらせてくださいぐらい言えねえのかお前。腕上げんぞ。 GPS の下に作ってるのが気に入らねえな。1年は俺らについてくりゃいいんだよ。あんたら芹沢についてたんじゃなかったのか。僕からハリネズミ喧嘩売ってんのかよ。伊崎どうした。宝泉か。ちげえよ、猫に引っかかれた。いよいよ宝泉ってやんぞ。話は聞いた。後戻りはできねえ。どうでも滝はやる気だぜ。あの3年の滝です。こういうのあんま得意じゃないんで、うまく伝わっか分かんねえけど、俺は自分をずっと強い男だと思ってた。大っ嫌いな親父超えたくて。自分がどこまでいけるのか試したくて、このスズランに来た。おい、聞いた？どういうことだよ。うるせえ、黙って聞いてろ。でもまあこのざまだ。その親父も今は撃たれて病院のベッドで寝てる。俺は
そんなクズみたいな親父から教えられた気がする。人は立ち止まれない。自分の信じた道を進むしかないんだ。人に頭下げたことねえから、どう言ったら伝わるのか分かんねえけど、明日宝泉を潰しに行く。みんなの力がいる。力を貸してほしい。無理してこいとは言わねえ。ただ力を貸してほしい。ピンときたよ、お前の仕業だってな。お前は二度とバカなマリアさせねえぞ。うるせえ。俺なこいつやって派手に死んでやんだよ。だから邪魔すんなよな。どれふざけるなよ。てめえふざけんじゃねえ。てめえ命の重さわからねえのか。おお、よく聞けよ管理士、よく聞け。俺たちは確かに強い人間じゃねえ。だけどな、生きる意味は価値はあるんだよ。人生を勝ち負けだけじゃねえぞ。お前にはお前にしかやれねえことがある。お前は確かに人でやっちゃならねえことをやった。だからよ、俺は簡単には言わねえ。一からやり直せるなんてな。だけどよ、もがき苦しんで歯食いしばって泥水涙って生きろ。そん中でよ、生きる意味は価値を知る。もう逃げるなよ。彼氏、お前一人でできねえなら俺手伝ってやるからよ。血を下ろせ、下ろしてくれよ。
動くんじゃねえぞ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。勘弁してやってください。君は絶対か。違います。コウさん関係ないです。勘弁してやってください。こいつには教えなきゃいけないことがあるんです。伝えなきゃいけないことがあるんです。許してやってください。そうしよっかな。やっぱりそうか。やっぱり矢崎は裏で映画さんだな、この野郎。違います。勘弁してやってください。許してやってください。調子いいこと言ってんだよ、この野郎。連れてけ。はい、お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 い、うるせえよ片桐。病人の前では静かにしろよ。お前には二度も命助けられた。つぶってやる。マジ、それじゃ蹴りまつかねえよ。飛べよ。カラス。検事さん。これやったな、これやったな、これ。おいおい、おい、マックス、これお前どれになったんじゃ、これお前、ゴリラ軍団半分以下じゃねえのか、俺。すまねえ、俺が宝泉やられたからだ。お前これ40ちょっとだぞ、これ。なんだよこれ。結局誰も滝谷源氏にはつかねえってことか。力ねえな。行こうぜ。芹沢が求めでもう少し集まったろうに。んだとこれ。伊崎さん、出席は取ったぜ。顔出しただけでも十分でしょ。悪いが無駄死にはごめんだ。おい、おい、おい、くれ、おい、止まれ、おい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 、どれってことだ、聞こえるな。向こうの数は100はくだらね。このままじゃ半数にも満たねえぞ。上等だ。一人で3人やりゃいいんだろ。宝泉なんかぶっ潰してやる。消せ、突っ込ましょう。源氏、解散。あ？解散しよう。何言ってんだよ。バカ。勝てねえセンスあってもしょうがねえだろ。ケツさん、何言ってんすか。俺たちも引っ込みつかないっすよ。ちょっと、イグメはお前に返す。
GPS は？これで解散だ。おい逃げんのか源氏！わかんねえのかよ。俺たちやる前に負けたんだよ。違えか。俺が負けたんだ。悪いな。おい！ジェズ！死にたきゃ勝手に死ね。GPS も終わったね。そうじゃねえだろう。お前の知ってる滝谷源氏っつうのはどういう男だよ。俺らに無駄な血流させたくねえんだろ。滝谷一人で突っ込む気だ。こうなったら滝谷が負けた後で千賀本線を戦うじゃないか。源氏はスズラン背負って動いてんだぞ。勝手に背負ってるだけだろうが。スズランの後は芹沢だ。エイスエイエイスエイス。 GPS の部が悪くなったからってうちに戻ってきたのか。あ、そんなわけねえだろうが石橋君。じゃあ何しに来たんだ。まあそうかっかすんよって医者だもん。あ、ついに攻め台を使う時が来ましたな、東京君。何の冗談だ。見たまんまだ。なら白旗打ってこい。笑わせんじゃねえよ。てめえらなんかな、俺一人で十分だよ。Yeah!
つが一人で来たんだったら対面張って決着をつけるべきだろう。青いな。お前にはあいつの本当の力が見えてね。ほら、なんでお前らまで来るんだよ。俺らの娘太郎だ。おい、なんじゃあの星、素敵な星だ。足引っ張んなよな。好きがあったらお前も食うぞ。てめえの心配しとけ。うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。しっかり見とけよ。一年坊主。滝谷源氏、屋上まで上がってこい。そこで怠慢だ。Thank you.
お前らよ、こいつ俺の客だからよ、よっかよ、お金やるよ、お金。あ、くけよ。体調はどうだ。だから絶好調だって言ってんだよ。やるじゃねえかよ、おっさん。借りは返すぜ。
よくここまで来たな。だがここで終わりだ。めんどくせえな。さっさと済ましちゃおうぜ。このゲリは悪情だ。おい、使いどかせ。おい、おい、やつだ。済むぜ。食べれましたよ。誰だお前。漆原亮って言います。お前か、洲本やったな。僕あなたに憧れてるんです。だからスズランの芹沢を倒した男って呼ばれたい。タケヤ、お前は行けよ。こいつ俺にやらせろ。ああ。お前足、お前外れくじ引いたぞ。スズラン打倒は尾藤真紀夫と俺の悲願だ。てめえ叩きのめしてその夢果たす。
兄さんも買いかぶりすぎだよ。蹴りつけようぜ。
世話が焼けるな、うちの大将は。うるせえ、肩借りんぞ。兄貴の夢を担いでくれてありがとう。今度は俺があんたの夢を担ぐ番だ。待ってろ、スズラン。今日でスズランともお別れか。あっという間だったな。いろいろあったけど、あっという間だ。また新しい奴らの時代が来る。芹沢、これからどうすんだよ。教えねえよ。もったいぶってねえで教えろよ。教えねえよ。もう絶対言うな。ケンジ、お前にかけてんだからな。負けんなよ。今日で最後か。卒業祝いには持ってこいだ。花を持たせるつもりはねえぞ。なもんいらねえよ。
これだからスズランは面白い。いいじゃねえかよ、カラスでカゴに入れられてよ、飛ぶことも忘れちまうかわいそうな鳥に比べりゃずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。ありふれた闇にとらわれ、どこへも行けずに立ち尽くすのか。このままじゃ飛べないままだ、太陽にさえも笑われちまう。この映画はフィクションです。未成年の喫煙は法律で禁じられています。